非常にね、こうこの動き、正面打ちね、横面打ちとかは要は垂直成分が強いのよ。わかりますよね。で、その垂直成分を優先で上げると、そっちがどちらかというと、でこれも投げるときもずっと垂直成分でやってるから合いやすいのね。まあそれはあまり構造分解してない人はあれなんだけど、月ってこっからこう出る動きだから、どうしても水平成分が強くなるんだよ。それをどう処理するかって話で、俺たちはまあしょうがないから、そのね、俺たちが、俺だ、水平成分をあまり消して、この垂直成分だけでつくとどうなるかっていうと、こうなるわけよ。基本的にはね、何が一番あれかというと、この足のランディングした時のこのここの大腿骨の位置なのよ、角度なのよ、腰に対する。これをこっちにするかこっちにするかなの。こっちにするとこうなる。同時でここに行ってバンだな。多分構造的に速いのはこっちなんだと思う。ただ空手の突きはこうじゃないわけよ。空手の突きはもっとこの水平成分を極大化しないと相手を倒せないわけよ。俺たちはどちらかというと、そのね、刀持ってたりそれだから、非常に何だろう、相手を倒すためのパワーがミニマムされてるんだよ。要はこれってこれよりも全然少ない力でいけるわけさ。刀とかね、こう担当があったりとか、だからすごくそこの部分でね、じゃあ古流剣術とか全部そうなんだけど、その速さの方に特化するわけよ。ここのアクションでグッてやることは嫌うわけよ、もちろん。なぜかというと、そんなことしたら遅くてこっちが速いからだよ。ミニマムで切った方がそれは速くって、そうそうそう、だからそれどっちがいいとか悪いかの話じゃないんだよ。それはもうそういう武器を持ってて、攻撃力がすごくミニマムな状態でも効果を発揮するっていう状況でやってるからそうなるわけよ。だけどこれがスメンスデとかでこうあれで、これだとこれね、ピョンと当たってくれじゃあ効かねえよって話になったりするわけだ。もう体型が違うからって話ね。で、空手がどうやるかって俺はあんまりうまくないんだけど、こう立つわけよ、基本的にね。こう、この前方にこう立つわけ、こう。これ何をやってるかっていうと、さっきのこれはここ乗ったわけ。軸にこの延長線上、この延長線上に乗ったわけ。つまり、ここのジャストのところにできるだけ近いところに乗る。この立ち方。まあなんだね、あの前屈出しとかこうなんだけど、こうこういう感じで、こう足をこうするわけで、ね、どちらかというとこうしないでこう乗っていくんじゃなくて、この垂直成分を殺してやって水平成分で特化するっていう。これだとこうなるわけよ。あまりうまくねえな俺今どうしても俺はこっちばっかやってるからねうまくねえんだけど、これでこういう感じになる。つまり前で止めるわけ。ここにある前で止めて、その止めたショックも生きながらこれ行くわけ。空手ってどっちかそうなのね。でも俺たちそんなのができないからって。だから本来の何が本来の突きか分かんないよ。空手とかの突きはこう DFS でも BFS でもね、そのランディングしながら突く方でも俺たちは違う突き方をするってことで、まずね、明らかに構えがこうなるわけ。止めるわけ、乗っていかないですよ。で俺たちはどちらかというと乗っていかないと、このあれとかも乗ってきてなんぼの話だからね。これだから月もそれ用になるんだよ、ね、乗ってってつくのよ。こう乗ってるわけ。ランディングの位置が違うやん。ここで乗るかここで乗るか、ね、止めといて、この移動してきた止めてガンっていう列車がこうガンってぶつかって上のものだけバン飛び出す。その力を使うわけね、体とかってね。その威力を特化するために、そのこれが使えないから、この体幹とか体の物体そのものをある程度速度でぶつけなきゃいけない。でガンとこう、ね、止めた。これでこの勢いをどっか止めることに、そのショックをこっちに持ってくってことやるんだけど、まあ俺たちはそれはできないから、月もだからこうなるわけね。ちょっとこれでそれだよね。これでツッツッ
そうだよね。まあ、片手を掴むのも要はそういうことだよね。こういうこと。これ延長線上だよね。腰も引かないで、パーだよね。こう、ね。で、まあ、これで、何やるかな。ちょっとやってみましょうか。まあ、それをね、やって、今度こっちの場合も、やっぱこの、乗るね。乗っていく。この乗り。この乗りで処理してる。今、こっちが、ターン。ターン。この乗り。これ。これ。これで、同時に、これ、パッと入ってる。で、これで。ね。ここで、ここに入ってくる。持ってやる。待って、ここに。ここの、コン。こういうことね。こう。ガン。ターン。ターン。さっきこの突きで、パン。ターン。掃除だよね、これも。これもそう。だからこれで、ダンと入ってる。で、この体。で、パン。掃除を、やってやる。で、ここ。掃除を、引っ張ってやってやる。で、ここ欲しい。こんな感じ、ちょっとやってみましょう。はい、どうぞ。